病気をさせられるなど、そういう現象をいつも背負わされていると、それがなくなった時には本当に心の底から幸せを感じます。しかし、そういう問題がない時、私たちは問題がない状態を当たり前だと考えてしまう。だから、実は幸せの極みに生きているにもかかわらず、私たちは幸せであることが認識できないのです。これは認識能力の欠如です。幸せというものが宇宙に、地球に存在するわけではないけれど、私たちの周りに実は幸せは山ほど転がっている。それなのに、その幸せが認識できないだけ。宇宙構造はそういうふうになっています。つまり、私たちは何もない普通の生活が最も幸せなのであり、何か幸せという名の現象を求めている間は、幸せを感じ取ることはできないということです。幸せの本質は何もない普通の日々が淡々と過ぎていくこと。普通の何もない日々が最高の幸せであるのだと感じること。ここにこそ幸せが存在します。そこにしか幸せは存在しないのです。